とりあえず宝泉の高校この障子空いたタイミングでちょっとやってみるしかないよね。玉乗りもしかしてこの頭が悪いからここに玉乗りしてって可能性はないよな。失礼だよね完全に。いやBGM とさ、あの動きがすげえさ面白いんだよねここおまけにさ、今よく見たらさリンゴのさ皮ちゃんとウサギさんになってんだけどくっそムカつく。この人がさ、どうしちゃったんだろうね。違うね。襖開けた時にはもういなくなってるのか。じゃあどこでおたけびあげてんだ。これちょっとやばくねえか。他のとこも行くか。202ってなんだっけっていう前もなんかさっきも言った気がするからあれだね。様式画家の人だよね。ノートに書く感じじゃなくなってきたな。ちょっと書きようがね。まだ寝てるよっていうか、まあ、2時過ぎだから普通寝るよねっていう話っすか。まあ朝は朝で出払ってるから人がね。と、ん？鳥が。何？バードウォッチング正解？なんだ？この人も結構リアクション取ってくれるから分かりやすいっちゃ分かりやすいか。ちょっとせめてニューフェイスなんだよね。で、寝るか。まあ寝るか。せめてニューフェイスごめんね。ブーン。ここはほんとね、ここもね、やからというか結構危険なね、人物というか、ね、危険な人たち多いんで、いつか暴動が起きたりするのかな。この辺でも嫌だな。もうちょっとさ、特徴が一つの人たちっていうのは今後もう出てこないのかな。いや本当なんかダークソウルやってる感じですよね。まだ3分の1いってないっしょ。だって50の3分の1っていくつよ。13くらいか。13じゃねえな。15、6、7。まあ、3分の1いっちゃってんのかも、じゃあ。3分の1でさ、本気出されても、この、あれ？あ、時間切れ？ 3 分の1で本気出すのやめてもらっていいですかね、ちょっと。せめて25以降にしてよ、ほんとに。てかさ、ここでこんだけ難しかったらさ、俺録音してんの、これ。録音してるね、よし。これでこんだけ難しかったらさ、どうすんのっていう。どこで何の悪さしてんだろう。鳥はダミーで、実は、この画家の人、絵描きの人になんかいたずらしてる感じなのかな。年代的なものはあんまり関係ない。まあ、起こすとしたらどこよっていう。ここと。まあこんなもん、まあ体の中でブルブルしてるからなんかバイブレーターみたいな、あの携帯のさ、
あれモーターくんとかいるのかな。モーターくんって何よ。そんな感じくらいしか出てこねえよな。だって他にブルブルするものってある。だって携帯電話くらいしかないよね。あそこだけ彼自身で地震を起こしてるわけじゃないからね。あ、いるね。ニューフェイス。画家の上、もっと画家の上 にフォーカスして、撮ってあげれば良さそうか。まあ、お部屋の、お部屋1、2、3、4、5。4時間分4時間分あるんで、特徴が4つあっても全然おかしくないんだよね。でもさ、見つけ4時間しかないのにさ、見つけられる住人が1人ってどういうことっていう。でまだ見つけたやつが18人くらいでしょ。いやま、よく言えばこのタイミングだけで撮ればいいんで、次の時間に飛んでもいいしっていう感じですよね。前向きに行きましょう。すぐ見られる。なんか本当になんかマッサージ機とかもあるか。マッサージ機の肩叩き機みたいな、こんな感じのものもありますよね。205ってなんだっけ、標識だっけ、なんだっけ205って。なんか書いてある？205はね、書いてない。ギャルかな？誰だ？あ、ジムか。ジムだったら、2時ってさ、まだあれよね、やってんだよね。だからこれはね、開幕運動してるとかの可能性あるんだよね。開幕位置について用意どうみたいな。これよりも前の時間に後の特徴が出るってことは今までは多分なかったと思うんで、その特徴とか、そういうのをされると困るよね。どこでどの特徴みたいなのは、説明書も読んでないからあれですけど、さすがにそういうのはね、書いてないと思うんだよね、そもそも。よし、ドリマート。ですよね、大丈夫、その辺はね大丈夫。これなんかミスターポテトヘッドみたいですねっていうか足だよね、これ足マンじゃん。OKOKOK 夢で未来を見せてやるってことは、常に寝てるタイミングで何かしてるってことだよね。待ってね、位置について全速力、まあ多分次他の時間でやってるんだろうな。おたけびしてほしいな。パントマイム、ロープ、壁、玉乗り玉乗ってねえんだよな。え、夢で未来を見せてやる、楽しい夢でも見な、辛い夢はどうだ。サラリーマンの部屋にさ、201、ああどこだろう、適当に行くか。寝てる時にさ、うなされてたよね、あの人。ってことはあるよね。ちょっと時間
わかんない。どこにいるんだろう。上かな、下かな。俺さ、思ったんだけどさ、202だっけ俺釣ったの。あー、5時か。5時よりも、まあ、前ですよね。今2時でちょっと、うなされてなかったんで、あれですけど、その時間とかも、きちんと考えないとダメですよね。どこかな？こ1時で起きてくれるかな？開幕寝てなかったよね。最初になんかそこにいて、だと思うので、彼がちょっとうなされてもらわないとかわいそうなんだけど、うなされて、でもさ、タイムパラドックスが起きて、じゃあそこに、もう住人が出てこないかって言われたら、そんなのわかんないよね。今俺がわかってないだけで、まあレーダー探してないとわかんないかもしれないですよ。あれ？うなされませんね。どのタイミングだったっけな。あー、これあれか、じゃあ逐一 なんかあった時にメモをどんどん取っていかないとダメなのかね。何丸何号室何時、これがこうなったみたいなので、相当自分で相当かけていった方がいいのか。難儀だな。こんな感じでしょう。時間だじゃない、4時ですね。バカですよ。あいつマジ犯罪者だよな。4時にさ、悪夢見せるとかさ、何考えてんだっていう。ちょっと、狂ってるよね。あいつちょっと首をねじ切らないと、ね、眠りを恋に妨げんのはやっぱ犯罪っすよ。重犯罪っすよね。ちょっとほんと睡眠保護法みたいなの作ってもらわないと。嘘取れてねえし。やろう、ふざけやがってよ。まあでも、まあ、まあこれだけではないよね。今までの経験からして、やっぱり特徴が、ああ、こっちの方が早いか。夢で未来を見せてやるよりも、前の時間で辛い夢はどうだということをやっているので、次は楽しい夢を見なっていうのは、まあ5時もしくは5時以降だよね。で起きているはずだ。パントマイムも、まあ、それ以降で、おたけびもそれ以降。問題はマブッチのターンよりももっと前に空中2回転があると。1個前の時間とかなのかな。いやー、ありえないね。でトレーニングはその後。これはむずいね。だってさ、すいません、夢を見させるやつにしたって、まあ、辛い夢を見せるのをバッチシーン撮れたとしても、次4時でしょ。5時、まあもう一回戻ってくる可能性はあるにはあるし、101って何部屋だっけ。勉強部屋か。あー、寝てる人たち、まあ結構多いんで、何アイス食ってんだよ。多いんで、そこを狙っていくのがいいのかな。部屋間の移動って、例えば隣とか下の階とか、壁つながり、床とか壁につながってるっていう可能性がね、あればまたいいんですけど、でもさらにね、難しいのが、宇宙人がね、正直どこにいるか分かんないんですよ。やってることはわかるんですけど、じゃあそいつが今どこで何やって、ちょっと待ってね。
どこにいるかっていうのがね、ちょっとわからないんですよね。ゴミ箱よりも下、この辺だね、多分。まだうなしてないね。これさ、うなされる前に、でもさ、ここ結構俺取れてたよね。謎だよね。まあいいや。そしたら、ちょっと待って、勉強部屋が101でしょ。このもう体操選手は諦めよう。で、6時以降で多分ね、寝ると思うんすよ。ガリベン君も。ガリベン君寝ないとまずいよね、普通に。で、楽しい夢を見られている。だからさ、例えばここにいるのか。ママ。これなんか、ね、ここにいるとか、ここにいるとか、なんですよね。もう朝だから、そうね。すげえ。首長すぎだろ。首こりのレベルじゃねえぞ、これ。首折れるだろ。全くわかんないんだよね。起こしちゃう？ん？起こさない。優しいね。でも何も起こらない。で、外に出ていく。ゴミ掃除かな。おじさんの可能性もあるしね。何も起こりません。何も起こらないっていうのがね、結構俺は不可思議っていうか、ちょっと怪しんでるんですよね。いずれ出てくるんじゃないかっていう。今じゃなくて次のねタイミングとかで出てくるのかなって踏んでたりするんですけど、まあ見てわかる通り、これまだ半分の時間なんですよね。どうしよっか。他の時間帯で、でももう行けそうなのは、まあ画家の部屋か。楽しい夢。行って帰って行って帰ってきてっていう、夜うなしされて、ね、嫌な夢見せたから、今度は、まあこの人寝てっからな。寝てる人がまだ、こう、楽しそうな表情をとっているっていうのはないんだよ、まだ。で、5時の開幕にやっていたので、5時以降、同じ時間帯でまた別のところに行っている可能性もあるんで、それは、いいですよ。ヨシキは寝てるんじゃなくて気絶してるだけなんで。お、猫ちゃん。もし起きちゃったらもうそこは違うってことだよね。まあでもな、二度寝勢、俺みたいに二度寝勢、三度寝勢がいると、その限りではないんだけど。かわいい。そっか。夢を見せるのは人間だけじゃねえんだよな、別に。万一猫に見せるっていう。ね、猫とか犬、動物もね、夢見る。みたいですからね。ね、足バタバタして、ね、楽しい夢見たり、すごい怖い夢見とか、そう、怖い夢とか見たりするみたいですからね。その、ちゃんと、楽しい夢と楽しくない夢。ちょっと全く呼吸しないとさ、無呼吸症候群になってんじゃないかって心配になりますね。でも、何も起きませんね。ギリギリになってパッて出現するのはやめてほしいかな。ここで正直俺見切りつけたいんで。
となると101勉強部屋、まあ、まだ寝てるんでガチ寝してるんで、あー23時10時、もっともっと先の可能性もあるよね。一つの特徴を見つけて新しいお部屋が解禁される、時間帯が解禁されるというわけではないので、必ず救出後に出現するんですよね。ちょっと最近廊下をまだちゃんと見てないんで、じゃ敬遠しがちなんですよね。じゃあまりにも広すぎるんで、この一部屋だって苦戦してんのに廊下をやる気にならないんだけど、ここに来てちょっとあまり収穫的なものがあんまりない。ゲーム開発してる側がいい加減、やっぱ廊下って広いし嫌だよねっていう先入観は完全に俺植え付けられてるんで、ここで廊下にたくさん配置するっていう可能性あるかな。ありそうですよね。寝てんな。勉強くんのこの体勢で寝ることはできますか？俺は寝れないんですよ、これだと。足膝曲げてさ、机の上で寝るって相当、ほんと気絶してるくらいじゃないと寝れないと思うんですけど。何の音？この子の首のかしげてる音？すごいシステマティックな音してるんだけど。システマティックって機械音がしてるんだけど。実はペースメーカーとかつけてる。だったらもう、だとしたらちゃんと休んでほしいな。体にすっごい負担かかりそうな、ね、寝方してるんで、心配ですね。R ちゃんは心配性。105のここ見てないのか。なぜかここスルーしてるって何ですかね。なんでスルーしてんだろう。あ、後ろから見ていこうねって言ってやって飽きちゃったんだ。多分。よしきおらんやんけ。これもなぁ、だってさ、あの、映らないってさ、どういうこと？あ、よしき。おかえり。どこ行ってるんだい？どうした？大丈夫か？あ、ここから作曲を始めるのか。はい、おかえりなさい。でもなぁ、いや難しいよなぁ。よしきに関係あるところ、全然関係ないところで全然関係ないことしたらどうしようってなるんだよね。怒るよね。ちょっと廊下行きましょうか。廊下全くチェックしてないんで、術中にねかかってる可能性ありますよね。で、今見つけてないのが 4,5 人いるんで、これ一気にさ見つけられれば俺もね気持ちよくなるんで。お、よしよしよし、そうだね。てか本体は下の方なんだね。このお口の部分を取らないといけないんだ。お口というか目かな。いや厳しいぜ。だってそのバッチシーンしかね、バッチシーン取れたのはさ、まあめでてえけど、それだけだもんね。よしきの部屋にいる。101ってなんだっけ。101って勉強部屋、あ、体操選手か。廊下行く前にちょっとお部屋全部網羅するか。
でもう一回書くか。体操選手消えてるからね。ちょっと待って、ね、もう一回書き直すね。101、勉強のトレモのトレモ、こっちが体操選手と誰かいる？いないよね。で、サラリーマンの部屋はまあいないのがまあわかんないか。やから、102か。ん？お、起きた。あ、また勉強すんだ。うわ、すっげえガチガチだな。宇宙飛行士にでもなんのかな。これやからの部屋で呂布がいるんだよね。呂布とパントマイムか。あと誰がいたっけ。で、あっちこっちに、あっちこっちに、ちょっと待ってね。あっちこっちに、夢人間がいるんだよね。一応、夢人間の書いてあるか。で、出現しませんね。タコさん、ウインナー、ボンバーマン宇宙人ももう眠くなっちゃってるよね。結構重労働だよな、これもさ。結構かわいそうに。また寝とるやん。また寝てんじゃん、この子。ま、もうさ、ちゃんとさ、布団引いてかさ、布団どこに引くんだろう、この子。もしかして布団用意されてないのかな。虐待の可能性が疑われますね。まだ中学生か高校生でしょ。で、あ、時間切れ？ありがとう。児童虐待はちょっと、やべえよな。ちょっと部屋網羅した方がいいよね。真面目な話さ。そう、最後、画家の5時、開幕5時に未来予知させて、で、その後すぐ消えたんで、この同じ時間帯にもう一回こっち戻ってきて、さっきはすまねえな、今度は楽しい夢でも見せてやら、っていうのをやってくれるかもしれない。淡いかな。あまりにも淡すぎるかな。で、ちなみに外伝というか、ちょっと別のね、情報として、よいしょ、ピアノマンとドラムマンがいるんだよね。だけど、それは全くまた見つからないので、ヨシキ部屋にピアノマンいると思うんだよね。でもさ、ヨシキってドラムなんで、いや、だったらヨシキ部屋に集まってくるでしょう、と思うけど、でもギターが普通に外にいたんで、その限りではないよね、全然。いなきゃいないで、別にいいのかな。めでてってことに。一人とかには1、2、1、2、3、4、今5人しかいないんだっけ。これだけか。で、帰ってくる様子はなさそうだよね。今もう30分過ぎたでしょ。うん、ここで急に帰ってきてねえ、詫び、いい夢見せてくれるってこともなさそうだよね。時間ですか。うん、一気に止まっちゃいましたね、新宿が。